ニュースポストセブンです。神田沙也加さんの突然の死から1ヶ月、神田さんとの交際中のトラブルを報道された恋人の前山隆久さんは芸能活動を休止。前山さんの元恋人だった英子さんまで誹謗中傷の的となっているようです。しかしそれに対して異を唱える人も少なくなく、松田聖子さんもその一人。聖子さんの知人は、もし誰かのせいというのがあるなら相談を受けられなかった自分のせいだと、沙也加の恋人のことはもう終わらせて、今はそういう悲痛な胸の内を吐露しているようですとコメントしています。ニュースポストセブン。